大阪ステーションのアヌンこと岩谷あゆせいです。突然ですが本日この動画を撮影している日なんですけども、はい、6月8日です。今日がどういう日かってお話ししていきますとですね、私の大好きな大好きな大好きな USJ がコロナ明け初めてソフトオープンしました。はい、そんな記念すべき日は USJ に行くために利用しなければいけない、そして私の好きな線 JR 夢咲線こと桜島線について少しお話ししていきたいと思います。はい、ということで皆さんせーの、出発進行、イエーイ。まず最初に、なんで私が JR 夢咲線が好きかと言いますと、正直に言います、私 USJ が大好きなんですよ。そう、毎年年パスを買うぐらいちょっと疲れた時に、よし USJ 行って疲れ吹き飛ばしに行こうっていう感じでね、よく言ってました。そんぐらい私好きなんで、今ソフトオープンしてるんで早く行きたいなってすごく思ってるんですけども、個人的にまだ行くのは早いかなって思ってるんで、もう少し我慢しますとね。まあこの話はここまでで、オープニング見ていただいて多分頭の上にハテナポンポンポンって浮かんだ方がね、何人かいると思うんですって私は勝手に思ってるんですけども、なんで同じ線なのに JR 夢咲線と桜島線2つ呼び方があるのかっていうね、そのハテナ私が今日回収させていただきます。はい、でね、ちょっとうざいぞなんて編集が入るかもしれないんですけども、 JR 夢咲線もともと桜島線っていう駅やったんですね。なんですけど呼び方愛称の一般公募が行われて、で、まあ、公募の中で1位ではなかったんですけど、その夢咲線というね柔らかな五感と桜島の沿線のベイエリアは USJ を中心として大阪の線として大阪の夢が生まれつつある地域で、その夢が咲くことを期待して選ばれたみたいです。片言になってるかもしれないんですけど、案内表示やったり放送とかではもう桜島線って呼ばれることはなくて、夢咲線とね案内されることが多いみたい、ほぼほぼそう呼ばれてるみたいです。いや、私今までずっと夢咲線やと思ってたんですよ。だから今日よし紹介しようと思って調べた時に桜島線って出てきて、ちょっとねびっくりしました。はい、ということでね、本日は、私の好きな、そして USJ に行くためにね乗る JR 夢咲線こと桜島線についてお話ししていったんですけども、そんな呼び方2つあるとか全然知らんかったって思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして私たちステーションは YouTube だけでなくその他 SNS もしておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。以上、大阪ステーションのアヌーこと岩谷あゆせでした。ほなまたね、早くユニバ行きたい。